ふるさと納税の返礼品として私の作る犬の無添加おやつを選んでくださってありがとうございます。無添加おやつの、ドライフルーツについて簡単にご説明いたします。4月はドライチゴ、ドライデコポン、ドライリンゴを作っています。農家さんから直接完熟の果物を購入し、新鮮な状態の果物でドライフルーツ作っています。できるだけ栄養価をこぼさないように、温度を高温にせず50度以下の低温でゆっくり乾燥させて仕上げています。飼い主さんもワンちゃんと一緒に無添加のドライフルーツを食べていただくことができます。彼が食べ物にアレルギーがあることをきっかけに、手作りご飯や手作りのおやつをこれまで作って与えてきました。そのためにペットの食育士の勉強をしてご飯やおやつを作っていたんですが、ずっと以前は人間の鍼灸師として活動していました。鍼灸師の教員でもありますので、東洋医学的な考え方を持っています。東洋医学では医食同源といい、日頃からバランスの取れた食事をとることで病気を予防したり治療に役立てたりするという考え方があります。あまり複雑なものではなく、シンプルなもの、食材を使い、シンプルな調理法で作ったヘルシーなおやつを家族であるワンちゃんにも食べさせてあげたいなと思って、犬の無添加おやつ作っています。季節によって果物が変わります。もう少しするとブルーベリー、秋になると柿やみかん、りんごなど季節に合わせたドライフルーツを作っています。気に入っていただけましたら、1年間通していろんなドライフルーツを食べてみてください。愛犬のチワワのマロとヨークシャテリアのハリー、いずれも8歳です。田舎暮らしを楽しんでます。